ジン、こっちだ。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて、私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。一番手は誰だ？やっせい、ネキチョの灰から放火すんな。助けてくれ。
待たせてしまったな。このことは生涯忘れません。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。そこのお方、温まってってくれ。手に入りにくいものが揃ってますよ。また来よう。どうかご自愛ください。お主たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。大見えの道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。